おはようございます。フォルテです。シャキーン、本日はプロが思う本当に美しいなと思う曲参戦。私はね、いろんな曲を弾いてきましたが、本当にコンサート会場で弾いてね、美しいなーって感じながら弾いた曲を、これをコンサートホールで弾いたら気持ちいいんだろうなっていう曲も紹介しながら、弾いていこうと思います。しかし3曲だけだと本当はね、この世の中に何万曲っていう曲がある中で選ぶのはもったいないっていうことなのでね、まあとりあえず参戦パート1っていうことにしたいなと思います。パート1っていうことは、もしかしたらパート2パート3が出てくると思いますので、その際にね、フォルテ君参戦じゃないじゃんって言われないためのいわゆる保険です。というわけでね、まあ早速紹介していきたいなと思います。コンサートホールでやっぱ弾いててね、美しいなっていつも思うのは、まあありきたりで申し訳ないんですけども、実際のとこやっぱね、月の光、ドビュッシーの月の光はね、会場ごとにピアノとか音響が全然違うので、それをね、すごい響きの中で余韻を感じることができるのでね、本当にいつも弾いててね、いいなと思いますよ。いつもこうやって弾きながらね、眠っちゃいそうになるんですよ、自分でも。美しすぎて。で、月の光はね、いつ弾いても美しいなと思います。まあこの曲はですね、私も幼少期からね、好きな曲の一つだったんですけどもね、大体このね、月の光を弾くときには僕はベートーベンのね、月光も弾かせていただくんですね。で、ベートーベンの月光はね、どちらかというと美しくないんですね。やっぱりね、怖い雰囲気が結構あるのでね。やっぱりね、この雰囲気、全くね、時代が違うんですけども、やっぱこのね、この月の光の残響が飛んでいく感じ、コンサートホールで弾いてて美しいなと思う曲です。よかったらみんな弾いてみてね。そして2曲目の紹介、これはですね、悩んだ結果、そうですね、ショパンの船歌にさせていただきました。この曲はですね、まあショパンの中でも最高級に美しい曲なんですね。最初の低音のバスの音がホール中に響いた瞬間に、この曲練習しててよかったっていうのをいつもね、コンサートホールで思います。弾いた際にはね。だからこそ4月23日の東京でのリサイタルではこの船歌をプログラムに入れております。やっぱりね、弾きたいんですよ、めっちゃ美しいから。美しいでしょ。
この曲はね、ぜひともホールで弾くと最高なので弾いてほしいです。美しいでしょ。でも最も美しいのはここから。でしょ。この曲はね、ホールで弾くとやっぱね難しいんですけども、やっぱなんか美しい曲だからみんなに聴いてほしいなって言ってね、プログラムで入れておりますので、よかったらねコンサートチェックしてもらえると嬉しいです。まあショパンのバラードとかももちろん美しい曲なんですけども、今回は船歌をねちょっとピックアップさせていただきました。4月以降のね、北海道とか全国各地でね、回ってるコンサートではね、バラード1番とかも弾きますので、よかったらね、コンサート情報をチェックしてもらえると嬉しいです。最後にね、3曲目を紹介するんですけども、いろいろ迷ったんですよ。どの曲がいいかなーって言ってね。まあでも、エルガーの挨拶とかも美しいなー。実際これも綺麗だしな。実際綺麗だしなぁ。で、あとはまあ、実際ノクターン2番とかも美しいなぁなんて思ったんですけども、今回選ばせてもらった曲は、ドルル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 ルてる？聞いたことあると思うよ。
ありますよね。このノクターン遺作を選ばせていただきました。まあこの曲はですね、まあ今回コンサートとかでね、全国各地で初めて演奏する曲なんですけどもね、ノクターン遺作はやっぱりね、こっから遠くで音が鳴ってるようにね、美しい音を鳴らしたいんですよ。この曲本番で弾くことを楽しみにしてます。よかったらコンサート情報もチェックしてみてくださいね。この生音楽しんでください。いやー、フォルテ君、美しすぎて、もう、なんか、ビームを送りたくなるわ。ってみたいなね、この曲を聴くと、なんかそうやってね、思う方もたくさんいるかと思いますが、そこは冷静にお願いします。というわけでね、ここまで見てくれてありがとうございまっちょ。今回紹介した曲は、まず1曲目に月の光、そして2曲目にショパンの船歌、そして3曲目にショパンのノクターン遺作を紹介させていただきました。今発表したこの3曲はね、ぜひとも会場で全国各地で生音が聞けますので、よかったらチェックしてみてください。わざとじゃないよ。僕はね、そんなことはしない。嘘嘘じゃない。そんなことはしないんですよ。はい、というわけでここまで見てくれてありがとうございます。よければチャンネル登録お願いします。ぜひとも会場で生音を楽しんでください。それでは、グッバイ。